さあ視聴者の皆さんの可愛いペットを紹介するマイペット通信のコーナーです。今日は写真が届いています。こちらです。可愛い2匹のお写真でね、可愛いですよね。ペンネーム真央さんからの投稿で、豆柴のレン君とポメチワのモク君です。コメントをご紹介します。伊勢神宮内宮にイニシャル入りの手編みのお洋服でお出かけしました。赤福ぜんざいと赤福餅を食べていたら、ワンちゃんたち赤福餅を食べたそうに見つめていました。当日はお伊勢さんマラソンが開催されていて大変にぎわっており、ワンちゃんたち少し驚いた様子でしたが、楽しいお出かけになりましたということで、いや手編みのお洋服でイニシャル入り、もう特別ですよね。可愛い、よく似合ってますよね。家族同然って感じだよね。そうですよね。三宅さんいかがでしょう。いや本当にもう手編みっていうところからすごく愛されてるんだなっていうのがもう伝わってきますし、なんとお目目が可愛らしいですね。他の豆柴の目がいいな。いやモク君も可愛いですよね。小林さん、改めて2匹の子揃った可愛い眼差し。これは兄弟ですから、ね、ちょっと毛色の違った兄弟ですから本当もう大切にされてる。経験値をこう超えた、はい、そしてモクレンとね、お二人の名前がちょっとこう ね、お花の名前に合っているようで、あとモク君はポメチワなので、ポメラニアンとチワワのミックスということで、そういったね可愛さもありますし、レン君もなんかこのかっこいいキリッとした表情でね、とも言えないな。本当にお二人、ね、お二人ともというか2匹とも可愛いお写真でした。真央さん、モク君、レン君ありがとうございました。